はい、ユーデックスです。さあ、このね企画はですね、普段ユーデックスプランツスタイルというね植物チャンネルをしてるんですけど、このねユーデックスレディオでは、まあね、植物の話をしたりしなかったりとね、まあ、植物とは違うトークテーマで、このねラジオ感覚で進めていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。本日の1個目のトークテーマは音楽についてです。普段ですね、僕音響オペレーターの仕事をしています。はい、なのでね、日頃からよくね音楽を聴いています。本当にねジャンル問わずいろいろな音楽を聴いているんですが、なかなかね、性格的にですねすごく飽き性なので、何かハマって聴くっていうことはねなかなかないんです。なんですが、このね数年ぶりにちょっとハマってしまった、まあハマってね、よく本当に最近もうほぼ毎日24時間と言っていいほど聴いている、ね、とあるアーティストがいます。まあ、そのグループ、まずですね略して言うと AG と言います。なんで略すのって思うかもしれないですけど、今ね AG と聞いてもしかしてと思った方もいるかと思います。この AG 正式名称が新しい学校のリーダーズというグループです。このね、新しい学校のリーダーズ AG はですね、今活動し始めてなんと8年目9年目とかになるそうです。なので彼女たちね、実は4人のね、4人組のグループで、3人がね、まだ今21歳で、もう1人が24歳とかだと思うんですけど、もうね、なので8年9年前なので、当時中学2年生とか高校2年生の時に活動し始めたみたいです。でやはりね、彼女たちのまずね一番すごいところっていうのが、このね、まあダンスグループなんですけど、すべてね曲のダンスの振りっていうのを振り付け師の方をつけずに自分たちで、考えているというねところです。でね、最近ではね真人間というね曲をちょっとね、EP で出されたりとかして、でそのダンスの中にね、人間というね文字をね自分たちで表現をしたりとか、なかなかねこうダンスっていうとねちょっとダンスをしない人にとっては難しいかもしれないですけど、しない人でもね少し見ているだけでも楽しめるというところもね、彼女たちのすごく魅力なところでもありますし、なんといってもね、ダンスグループではあるんですけど歌もね本当に上手です。メインボーカルをしているね、鈴鹿さんという方はね今まだ21歳なんですけど、すごくね、昔の80年代の曲とかもよく聴くそうで、結構ね、山本リンダさんとかそういったね山口百恵さんとかそういったね、方からね影響を受けて、彼女自身もね、まだ活動当初8年ぐらい前はまだね幼い声だったんですけど、もう最近はね本当にちょっとね、昭和のね時代を感じるような歌声であったりとか、まあ、楽曲自体もねそういった曲も結構多いです。でやはりね、まあ、僕自身もなかなかね、普段こうやっていろいろなね音楽を聴く中でなんでハマったんだろうと思うんですけど、やはりねこう魅力的なところの一番はやはりこの表現力とかそういったねところですね。やはりこうダンスといってもね、表現者としてこうその曲のね、イメージとか、また見たことのない動きであったりとか、まあ、そういったところのね表現の仕方っていうのが、まあ、まだまだ21歳24歳の彼女たちが、まあ、こういった自分たちでね、振り付けをして活動してるってところにね本当に驚きです。はい、まあ、なのでねまだねこの AG 新しい学校のリーダーズね、聞いたことがないよと思った方ね、ぜひ聞いてみてください。はい、まあ、なのでね、今回この1個目のトークテーマは音楽についてでしたが、まあ、続いてがですね、前回もねトークテーマにしましたがダイエットについてです。まあ、最近ね、まあ、ダイエットしてるよということで、まあね、人生体重マックスで今ね、身長がね165センチもない人間が体重がなんと68キロもあります。本当にねもう今映像を見ていただく限り分かると思うんですけど、本当にお腹が出てしまって、でなかなか内臓脂肪が取れなくて本当にダイエットしてるんですけど、まあ、なかなかね、ダイエットできないな、何がいいかなっていうのを、ね、最近ちょっといろいろ考えていて、いろいろとね、最近ちょっと編み出したのが YouTube で大食い動画を見るっていうことです。はい、まあね、
大食いねやってらっしゃる方がねよくね今 YouTube でも YouTuber としていろいろと動画を投稿してるんですけど、まあ、最近僕が見ているのが、まあ、ゾウさんパクパクというね、男性の大食いをやられている方なんですけど、まあ、この方のね、チャンネルとかねサブチャンとかもあるんですけど、まあ、ここでねいろいろなね、企画として対決をしたりとかやってるんですけど、まあね、一般男性3人 VS ゾウさんで、ね1キロのカレーがどれだけ早く食べれるかみたいな、そういったね、いろいろな企画とか、あとね、一口で、ものが食べられるのかというね、コンビニの商品、パンとか、まあ、スパゲッティとかを一口で食べれられるのかみたいなもので、いろいろなね、面白い企画をやってらっしゃるんですけど、まあね、ちょっと話は戻って、ちょっとこのダイエットに何がいいのかっていうのは、まあこれ僕ね、個人的になんですけど、やはりね、どうしても食べたくなってしまうんですよね。なんですが、このね、大食い動画を見ると、もうね、食べた気になってしまうっていうね、ちょっとマジックが起こるんです。まあね、ちょっと、まあ、人によってね、まあ、逆に大食い動画を見るとお腹が空いてきちゃうって人もいるかもしれないんですけど、まあ、僕自身はね、最近はこの大食い動画を見ると、ちょっと、まあ、お腹が満たされた気分になってね、ちょっと自分の食べる量というのもね、少しずつ減った気がします。気がするだけかもしれないですけど、皆さんぜひちょっと試してみてください。で、もう一つがね、これちょっと最近ね、そのゾウさんパクパクさんの YouTube でゾウさんが言ってたことなんですけど、甘いものっていうのが実はね、満腹中枢をね、その、まあ、中枢にね、働くのがすごく早いそうなんですよ。まあ、なので大食いの人がトレーニングとかでよくやるのが、一番最初に甘いものを少し摂取してから、まあご飯を、まあ、大量にね食べる、大量に、まあ、それはトレーニングなので、まあ、大量に食べるそうなんですが、日頃よりもねそう甘いものを摂取した方が満腹中枢が早いそうなので、僕もね最近はちょっとね、まあ、たまにチョコレートとかそういったものとかね一口パクって食べて、ちょっとね満腹中枢を早めに働かせてからご飯を食べるようにとかしています。まあ、こんな感じでねちょっとねダイエットの、コーナーでした。はい、そしてね、まあ、せっかく植物のチャンネルをやっているということなので、まあ、少しね、植物の話をしていきたいと思います。まあ、真夏本当にね、もう毎年毎年言ってますがね、今年も本当にすごく暑くて、まあ、特にね、こう、まあ、台風が来ているこの時期ですが、本当にね、真夏、この本当に酷暑で、もうね、最近では本当に僕もね、今これ動画を撮影している時も、実はこれ昼までね、すごく汗をダーダーかきながら、やっているわけなんですけど、このね、植物、ね、栽培をしている方とか、植物を好きに、趣味にね、している方っていうのは、やはり、このね、植物チャンネルとか、いろいろなね、本当に最近増えました。YouTube とかでね、本当にいろいろなね、方がね、今は動画編集とか、ね、そう、スマホもすごく画質が良くなったので、もう気兼ねに誰でもね、YouTube に動画投稿してみたいな感じでね、すごく増えたと思います。まあ、なのでね、本当にね、こう、植物をね、好きな方、増える方もね、すごく増えて、僕自身もね、すごく嬉しいのでね、またね、ぜひ、僕のチャンネル以外にも、まだね、この植物チャンネルいろいろ見てくださればね、すごく嬉しいと思います。はい、それではね、このゆるすでりを今日もやってまいりました。いかがだったでしょうか。まだね、チャンネル登録していない方は、チャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いいたします。それではね、また次回のゆるデックスレディオでお会いしましょう。皆さんも水分補給いっぱいとってくださいね。